芝明徳のその行動する鉄人という言葉を忘れずに、その言葉にふさわしいような生徒になってほしいなと思っています。学校自体が立ち上げの時には英語と理科に重点を置いてということで、天体観望室などもありまして、英語理科が大好きな子どもたちを深く学ばせていくんだっていうような色が出ていたと思います。でそこに学習面だけでなくて、多岐にわたって学びの多い学びの深い学校に作っていけたらなというふうに思っておりました。1期生の頃には人数の少なかった運動部も、今はかなり部員数も増えてですね、でおかげさまでこちらの部室棟が今年度新しく3階建てでオープンしたんですけれども、これからは本当の意味での文武両道を目指して力強く成長できる、そんな中学校に学校自体も成長していってほしいと思っています。明徳に今帰ってきても、その生徒個人個人が iPad を持って学習するということはなかったので、そういう意味での先端的な ICT の教育っていうのはとても変わってて、そういう部分ですごい大きい変化があるなっていう感じました。あと明徳では勉強面以外でも心の部分、その僕の当時では心かける地位と言いましたが、例えばプリントを渡した時にありがとうというふうに言ったりするような心の発達もとても力が入っている学校なので、その面では心と勉強面両方合わせて成熟した人間、行動する鉄人になれる、そういう学校だと思うので、私はとてもいいと思います。自分の調べたいテーマをいろいろ各ゼミごとに分かれて調べていく内容で、僕が取り上げたのは考古学のことにとても興味があったので、その関連するオーパーツというものについて研究したりしました。自分でその興味を持って調べて、それを論文形式、人に見られる形式でまとめて、それを最後に発表するっていうのが自分の中で今はとても役立っていて、今後もぜひ続けていただければなと思います。私自身が楽しく授業をやるっていうところをモットーにしてやってきましたので、生徒たち自身も結構苦手なところは少なからずあると思うんですけれども、その中でもここの分野はできるとか、スピーキングができるとか、リスニングができるかとかっていう、モチベーションを軸に、いろんな意味で知識を増やすっていうところで、英語の知識だけではなくて、英語を通じていろんな知識だったりとか教養であったりとかっていうのを、生徒に一つでも多く伝えていきたいなというふうに感じています。とにかく英語を通じて仕事をするっていうことがさらに求められてくるっていうところがあるので、英語をとにかく好きになってもらって、どんどん使っていくっていうところを軸にして、私からもいろんな活動を提供していったりとか、課外活動をどんどん挑戦していく子たちが増えていったらいいなというふうに感じています。